その夜、会社の送別会で遅くなった彼女が店を出たのは午前1時を優に過ぎた時間だった。通りに出ると冷たい雨が降り続けていた。来た時には降っていなかったのに。そう思い、急いでタクシー乗り場へ行くと、歓送迎会の時節でもあり、人が列をなして並んでいた。仕方なくその列に並んだ彼女がタクシーに乗れたのは、すでに午前2時を回っていた。そんな遅い時間に帰宅することなど、独身時代以来のことだった。翌日は仕事が休みだったが、主婦である彼女にはいろいろとやらなければいけないことがたくさんあった。だから彼女はタクシーのドライバーをせかすようにしながら、一刻も早く帰宅してさっさと寝なければと焦っていた。ようやく自宅の近くまで来た彼女は、雨が小降りになっていたこともあり、大通りでタクシーを降りると小走りで自宅へ急いだ。その時、彼女の視界に予想だにしていなかったものが映り込んだ。それはどうやら郵便配達員のようだった。しかし乗っているのは車でもバイクでもなく、古びた自転車。こんな時刻に？まさか。そう思い、歩くのもやめてその郵便配達員を見ていると、その自転車が彼女の目の前を通り過ぎて、彼女の自宅の斜め向かいの家へ近づいていく。そしてその家の前で自転車を止めると、郵便受けに何かを入れるのを見た。やっぱり郵便配達の人だ。それにしてもこんな時刻にまで配達ってするものなの？そう思っていると、今度はその自転車が彼女が立っている大通りの方へと近づいてくる。彼女は薄気味悪さを消すために自分から声をかけた。こんばんは。大変ですね。しかしその郵便配達員は何も聞こえなかったかのように無反応のまま彼女の横を通り過ぎると、そのまま視界からゆっくりと消えていった。感じ悪いわね。彼女はそう思いながら慌てて家の中に駆け込んだ。それからしばらくはその郵便配達員のことなどすっかり忘れていた彼女だったが、気がつくと夢の中にその郵便配達員が出てくるようになった。雨の中を感情がないかのようにゆっくりとした動作で郵便受けに何かを入れていた。そしてそれを雨の中でじっと見ている彼女の方へと、その郵便配達員が振り向いた時に、彼女はいつも夢から覚めた。そして夢から目覚めると、窓の外にはいつもしとしとと雨が降っていた。そんな夢を見るようになったある夜、彼女はふと窓の外を確認したいという衝動に駆られた。ゆっくりと起き上がり、斜め向かいの家が見える窓へと近づいた。そこには間違いなくあの郵便配達員が立っていた。雨の中傘もささず、郵便受けをじーっと見つめているのが見えたという。彼女はいつ夢の中のようにその郵便配達員が振り向くかと思い、急いで窓から離れて布団の中に潜り込んだが、結局朝まで眠ることはできなかった。そんなある日、斜め向かいの家のご主人が突然死した。寝ている時に心臓発作で絶命したらしく、朝になっても起きてこないのを心配した家族に発見されたということだった。
それを聞いて彼女はより一層その郵便配達員のことが恐ろしくなった。そもそもそんな時間帯に配達に回る郵便配達員などいるはずもないことは彼女自身当然理解していた。そしてその郵便配達員が何かを配達した家で誰かが死んだという事実、あれはもしかしたら人間に死を届けている何かなのかもしれないと心から恐怖した。だから彼女は勇気を出してその家の住人に聞いてみた。朝、郵便受けに何か入っていませんでしたかと。しかしその家の住人は不思議そうな顔で首を横に振るだけだった。それからも彼女はその郵便配達員の夢を見続けた。夢から覚めても決して窓には近づかないようにした。今度その姿を見てしまったら何か良くないことが起こる。彼女は本気でそう思い込んでいたのだから。そんなある日の夜、いつもと同じ夢を見た彼女は喉がカラカラになっているのに気づき、1階へ降りて冷蔵庫から冷たいお茶を取り出して一気に飲み干した。そして再び2階へ上がろうとした時、玄関の方からカタカタと何か金属がどこかに当たっているような音を聞いた。風が強いのかな。そう思って彼女が玄関に行くと、先ほどの金属音が聞こえなくなっていた。おかしいな。そう思って玄関の方を見ていると、突然誰かの視線を感じたという。何か得体の知れない嫌な空気を感じた彼女はそのまま2階へ戻ろうとしたらしいが、その瞬間郵便受けの方を見てしまった。そこには誰かが郵便受けの向こうから彼女をじーっと見つめていた。全身の力が抜けてその場にヘナヘナと崩れ落ちた彼女は、次の瞬間郵便受けの向こうから何かがこちら側へと差し込まれるのを見た。それを見た途端、それまでの自分が嘘のように大声で悲鳴を上げていた。しかしそれでも誰も彼女のもとへ駆けつけることはなかった。まるで彼女だけが異世界にでもいるかのように。そして彼女はそのまま意識を失った。朝になって玄関にいる彼女を見つけ、家族が驚いて揺り起こすまで彼女は玄関に座ったまま前後に揺れ続けていたそうだ。そして目が覚めた彼女は、それまで彼女が体験したことを真剣に説明し、一刻も早くこの場所から離れないといけないのだと必死になって家族を説得した。普通ならそのような話を信じるとは思えないが、常日頃から真面目であり、何より嘘が大嫌いな彼女の様子を見て、すぐにその家から引っ越すことを決めたという。そしてその夜から1週間後には夫の転勤願いの通りに他県への引っ越しが完了した。それで安全が確保されたはずだった。しかしそれから間もなく彼女の夫が朝方布団の中で死んでいるのが見つかった。心臓発作だったという。引っ越しだけじゃ逃げられなかったんだ。そう思うと悔やんでも悔やみきれなかったという。それ以後彼女がその郵便配達員の姿を見ることはなくなったそうだが、今でもいつその姿を見てしまうかとビクビクしながらの生活が続いているそうだ。